いやあ、諸君、今日という日を忘れるな。この俺がパイレーツ・オブ・ザ・カリビアン・ザ・ビデオゲームを実況する日だ。というわけで皆さん、どうもヤンシチャンネルと申します。初めましての方も、そしてそうでない方も、ぜひゆっくり楽しんでいってください。これ行ってみたかったんだ。はじめましての方ははじめまして、そうでない方もゆっくりしていってくださいねって言ってみたかったの。はい、普段私はですね、ライブ配信を、中心に活動してるんですけども、今回ね、このゲーム実況っていうのは初になります。はい、ほぼほぼ初ですね。で、今回やっていくこのパイレーツ・オブ・カリビアンズはビデオゲームは北米版のゲームになります。北米版しかないです。そう、言葉とかはね、出てこないんで、別に北米版でも何ら問題ないって感じですね。で、この私はね、ジョニー・デップ、そしてこのパイレーツ・オブ・カリビアンがすごく好きで、前作も見てます。もちろんパイレーツ・オブ・カリビアンだけじゃなくて、ジョニー・デップが出演している映画はほぼほぼと言っていいほど全部見てますね。レゴ好き、そしてディズニー好き、ジャック・スパロー好き、海賊好きにはたまらないゲーム、やっていきましょう。で、一応なんか予習みたいのをしたんで、これちょっとセーブデータがいっぱいあるんですけど、すいません。だから完全初見プレイではないですね。ちょっと練習しました。本当は剣なんだけどな。エリザベス、いい女だ。そしてこの俺、キャプテン・ジャック・スパロー。死者に敬礼だ。猿も吊るされてるな。すごいな、映画まんまだよこれ。おいしょっと、これはどうも。エリザベス女王が落ちたぞ。ほら、お前行けよ。お前が行け。どいつもこいつもこれ持ってろ。まったくイギリス海軍がこんなんじゃどうしようもないな。
探せよ探せよつって、指名手配、これもやったな。おお、おお、ターナー君が帰ってきた。あら、起きろ親父。はい、はい、ここから操作していくこのターナー君、またはこのね隣にいるおやすさん、両方操作できるんですけども、まあ、ターナー君操作していこうかな。でなんかこの辺のやつ適当に倒し、あの壊して、このコインをね集めていくと左上に数字が増えてくるんだけど、特にこれはねあんま意味がないのかな。なんかマリオとかだったらさ、メダル集めて100枚いったら1キャップとかあるけど、このゲームは多分まあなんだろう、まあ、単なるスコアなのかな、わかんないけど多分ね。でこういう風に壊れているところは修理して、でコインを取っておやすさんで修理すると。ターナー君、そんでこれは上に上げる。あー、分かった分かった、人参をこのロバに与えるんだね。ほらよっと、でロバでこいつを引っ張ると動き出す。ここでジャック・スパローとやり合うんだな。すごいよね、ほんとこれ映画そのまんまだよね。壊してくれたな、ジャック・スパロー。でブロック直して、上に行く。自分はねすごいゲーム下手くそだからね、なかなか行き場所がわからないと大変なんですよね。いや私が捕まえたんですよ。あ、こいついた。
いや、めちゃくちゃいいな、この世界観。さあ、エリザベスが連れてかれた。そして、翌朝。これはエリザベスを連れてかれたから、キャプテン・ジャック・スパローに手を貸してもらうしかないな。ここでバンちゃんが仲間になるんだね。骨。骨をワンちゃんにあげる。ほらよっと。これでワンちゃんが仲間入りだな。ここ掘れワンワン。ターナーくん。この鍵はこっちと同じだからここにつける。で、回すのは両方いないと多分上に開かないから、ジャック・スパローが必要だね。ここでワッチャン。で、こいつをここに持ってきて、てこの原理で鍵を壊す。これでジャック・スパロー。やっぱジャック・スパローね、操作したいよね。よーし。この歩き方いくね、これ歩き方、これそのまんまだよ。よし、ターナー手伝ってくれ。完璧だ。実はね、これ予習した後なんで、あれなんですけど、予習する前、実はここで1時間以上迷ってたんですよね、僕。だから、これ完全初見プレイでやってたら、1時間この場所でずっと動画撮ってることになってたから、やばかったな。で、そう、ここから迷ったんですよ。この扉が開かなくてね。で、ここに、ローラースイッチャーズニーダーバレルファインドオンレディって書いてるんですけど、ちょっと何言ってるか全然わかんなくて。で、ずっとずっと迷って、ここの樽のとこに三角があって、なんだろうなと思って。これで動いて、あ、ごめん、ワンちゃん、潰しちゃった。で、こいつをね、こうやって回すことで鍵が開くという。なかなか難しいだろう。初見では難しい。でね、起きて、ここからね、
お宝がね見つかるんだよね。マルナが押しするとこういうのが出てきて、でここに合わせるとこういう感じ。そう、キャプテンジャックスパロのコンパスって北を指さないっていうでしょ。で映画の世界だったらアステカの金貨の場所なんだけど、これはその合わせたとこのお宝が見つかるって話だというふうに、ほらお分かり。でもこういうふうに出たときはワンちゃんじゃないとできないから、ワンちゃんでここ掘れワンワン、そしてジャックスパローで補修工事というわけだ。完璧だ。で丸太の木、これもワンちゃんが必要ね。こんな感じで、ジャックスパローで、ターナー君全然使ってないから申し訳ないな。ちょっとターナー君の出番がないわ。いや別にターナー君が嫌いっていうわけじゃないよ、あまりにもキャプテンジャックスパローが好きなだけ。直してで、この丸太の先には何がある。これ難しいんだよ。これホット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 ラム酒多分、いや違うな、なんだろうあれ、ブラックパールかな、瓶に入ってる。そしてまたこいつに乗って、そう、自分はねあんまりこういうメダル集めとかね完璧にするタイプじゃないから、なんかちょっとこの辺大雑把だな、かなり大雑把、こんなに集めなくてもいいやって思っちゃう人だから。おお、でまた、いてててててて、痛いよ。違う、ターナー君じゃない、ジャックスパロー。でまたローラー回して鍵を開けて、よいしょ、行くぞ。完璧だ、さすがだ。でこういうのもね直すとね、何分の何ってあるで出てくるでしょ。これねほら5分の2とかね、これをやると、まあ、ボーナスポイント的なこういうのが入ってくるんだよね。だけど俺にかかったらこんなものは興味がない。完璧だ。かぶれる、いいね。ただ、はい、来よ、行くぞ。置いてかれるターナー。あいつはトロイだ。まったく。あ、ごめんターナー君、君じゃない。エギレスカイ君か。よーし。完璧だ。でこれ取って、そこのとこにこいつをつける。ほんでこいつを回して、ダメだよターナー君、俺が乗るんだから。わお、はあ、ターナー君早く来ないと置いてくよ。何やってんだターナー君、さよなら。よし船出すぞ。へへへ。
いや、作戦通りだこれは。お前らのいい船いただいてっからな。はい、いかがでしたでしょうか。パイレーツオブザカリビアンザビデオゲーム、ミスター・ブラウン、ウィル・ターナー、ガード・ドーク、ジャック・スパロー、トゥルー・パイレーツ 55%、 あの拾ったやつね。これはね、何なんだろうね、単なるスコアなのかな。85個あるんだ、ゴールドなんちゃらってやつ。はい、今日はこの辺までにしておきましょう。またね、次回やるときはここからの続きからになります。この動画が、いいなと思ったらね、高評価そしてチャンネル登録お待ちしております。それではまた。